今日、さいたま市の公立小学校104校で卒業式が行われました。さいたま市立大宮北小学校では、児童43人が式に臨み、新たな一歩を踏み出しました。卒業生43人は6年間の学校生活を振り返り、それぞれの思い出を語った後、卒業証書を受け取りました。私は6年間チアダンスを頑張りました。みんなで団結して助け合うことの大切さを知りました。この経験を生かして中学生になっても頑張りたいです。僕はクラブ活動で自分だけでなく周りと一緒に楽しむことの良さを知りました。中学校でも周りの友達と仲良く生活していきたいです。渡辺明校長は、コロナ禍で学校も社会も様々な不自由や我慢がありましたが、皆さんよく頑張りました。大宮北小学校の誇りである卒業生の輝く未来を祈っていますと式辞を述べました。そして、卒業生は友達や家族と笑顔で記念写真を撮ると、6年間の思い出が詰まった学び屋を後にしました。楽しかったです意外と短かったよ。あ、確かに今日で卒業してしまうんで、嬉しさと寂しさがちょっとこう混ざったような感じです。なんかあっという間に小学校終わってしまったけど、まだみんなとずっと友達でいればいいなと思ってます。なんかはちゃめちゃのこともあれば、なんかみんなで一緒に楽しめることもあったので、とても素敵な6年間でした。